この辺りのダウンジャケットとかもマウンテンパーカーは値上げしております。ノースフェイスは1000円とかしか上げないんで、まあ、ゴアテックスですからね、全天候いけるし。はい、本日ですね、2024年のノースフェイス値上げ情報をお伝えしていきたいなと思います。ということでこちらにずらっと並ばせていただきました。これ全部値上げ対象ということになっておりまして、まあ、僕といえばノースフェイスで知っていただいた方も非常に多いということなんで、まあ、ノースフェイスの新着情報はちょっとお伝えしていこうかということなんですけど、これあくまで公式のホームページにはもう載ってますので、気になる方はそちら見ていただけたらいいんですけども、まあ、それめんどくさいよと、動画で紹介しろと、そういう方はね、まあ、見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。まずはですね、一番最初、この辺りのダウンジャケットとかもマウンテンパーカーは値上げしております。で、8月1日から値上げしておりますので、もうすでに値上げはされてる状態になってるんですけども、こちらですね、ビレイヤパーカーっていうジャケット、僕はこれをこちら M サイズで着用してるんですけども、だいたい6万6千円ぐらいに値上げしてるところなんですけど、このあたりに関してはそんな上がってる気しないんですよ。正直アークテリクスがもっと何万円規模で上げてくるから、ノースフェイスは1000円とかしか上げないんで、結構値段上げたなっていうのも1000円とか、上がってないやつだともうちょっと上がってないやつもあったりするんですけど、まあ、昨今のね方は仕方ないかなと思いますけども、こちらビレイヤパーカーですね。ほんまつい数年前まで5万なんぼやったような気するんですけど、まあ値段はね、まあ、しゃあないかなと思います。物価上がってるし円安やし仕方ないんかなと思うんですけども、まあ、これねもともとちょっと大きめに作られてるから、僕基本 L か XL が多いんですけど、これとあともう1着ぐらいかな、 M は基本 L ばっかりなんですけどね、こんな感じになっておりますね。僕2024年になってからノースフェイスのダウン着ることなかったんやけども、まだあったかかったからね、ダウンを着るとね僕の季節が来たなっていうような感じがするんですけど、次がですねこちらラオジャケットって書いてますね、ラオジャケットって書いてるんですけども、こちらでございます。 NT61800 っていう品番で、ちょっと今撮影してる段階はね8月のまだ暑い時期やからこういうの着ある方少ないんですけど、もう秋口とかになったらめちゃくちゃノースフェイスのこのマウンテンパーカー着てる人多いじゃないですか。だからこれを見るとあー時期やなーと思ったりするんですけど、こちらもね値上げということになってるみたいです。ギリギリ6万円には収まってるみたいなんですけど、まあ、これもいずれ6万円はねオーバーしてくるんじゃないかなと思いますね。まあただアークテリクスのマウンテンパーカーがもう言うたら7万とかしてるじゃないです か。それ考えたらそんな高くないような気はするんですけど、なんか日本の消費税もね最終的には20% か 25% までいくって言われてるから、まあ、それ考えたらこのマウンテンパーカーも6万円で終わることはないやろなと思うから、まあ、いずれはね大台まで行ってもおかしくないんちゃうかなって、こう僕らが何年も過ぎてって10年20年経ったりしたら、昔マウンテンパーカーが6万で買えててんで、そんな時代あったんっていう風になるんちゃうかなと思いますけども、こちらが6万円切るぐらいという感じになってますね。完全に僕のパーソナルカラーにぴったりの色味のオレンジで、オレンジが似合う似合わへんの見分け方はねめちゃくちゃ簡単で、オレンジ着た時に顔が大きくなったら似合ってない、で顔が大きくならない方に似合ってる、もうそれだけなんですけど、それで次がバッといきますね、サンダーフーディーとかサンダージャケットとかサンダーラウンドネックジャケットとか、もうそのあたりバーッと出していきます。でここに全部いろいろ品番とか載ってると思うんですけど、まあ、サンダー系もねすごい人気でめちゃくちゃ使いやすいっていう感じなんですけど、これも値上げしましたよっていうことですね。まあ、僕が持ってる方のジャケットがサンダージャケットってやから、これが3万3000円ぐらいになったって感じか。これもね非常に使いやすい感じで値段はまあ上がっておりますけど3万3000円。まあ、アクテリクスのアトムジャケット、アトムAR とかあの辺りめちゃくちゃいいから、それに比べると値段がそんなに高くない、1万円ぐらい安いんかなこっちの方が。まあ、ただこれのいいところはめちゃくちゃ車運転とかもしやすいし、チャリンコ乗るとかもやりやすいし、それでいて結構見た目スタイリッシュなんですよ。だからもう首がこれあるの嫌やなっていう人はこうラウンド型のねタイプ行ってもいいし、いやフードが欲しいなっていう人はフードタイプで行ってもいいし、結構幅広いっていうところ で確かこれダウンも使われてたはずやから、見た目以上にあったかいっていうのもあるんですよ。新鮮ですね。久々にこれサンダーも来たけど、これ1年ぶりとか2年ぶりぐらいに来たかな、分かんないけど、めちゃくちゃ新鮮だけど、もうこれ確かにいいですね。まあ、僕今やったらちょっとこの辺ちょっと鍛えたりしてるから XL でもいいかなっていうような感じ。だからサンダージャケットはいつものサイズよりもう一個上でもいいんちゃうかなと思いますけども、懐かしいね。僕は教員の時に一番最初に買って、洗濯機で回して穴開いたっていうね、これは洗濯機で回したらとんでもないことになりますよっていうやつなんですけど、ただこの辺ね毛抜け気めっちゃ多いんですよ。もうこの辺めちゃくちゃ毛抜けてるし、この辺りも毛抜けてるし、ここも毛抜けてるし、この辺りも毛抜けてるしっていう感じで、まあ、毛抜けがねこれ結構多いので、まあ、そこはちょっと割り切って使わなあかんかもしれないですね。ほんで次が何？サンダー系ずらっと今紹介したでしょ。この辺にもう6品番ぐらいパン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 って今出たでしょ。でその後っていうのが、アコンカグアのフーディなんですけど、アコンカグアフーディ僕持ってないんで、アコンカグアのジャケットはあったんで、これですね。懐かしい。これもめちゃくちゃ懐かしい。最初レビューした時のこのサムネ見てくださいよ。髪色も違うしね。懐かしいな。めっちゃ懐かしい。2020年とか2021年ぐらいかな。こんな感じやってんや。これがジップインジップっていうタイプになってるので、これファスナー見てもらったらこうぐるーっと回るんですよね。
だからよくこれリバーシブルとかでも使ったりするジップなんですけど、僕自身も今リバーシブルのジャケット作ってて、ロサンゼルスで生地買って、ここでもあるような感じでそういうリバーシブルとかも使ったりするので、これね、マウンテンパーカーとジップガッチャンひっつけるっていうやつなんですけど、それのフードバージョンですね。それがまあ値段上がってますよってことなんですけど、ここに関してはアコンガグアはこれ、こんなこと言っていいかわからんけども、絶対セールになるから、大体セールになってるから、ここの値上げって無視していいと思います。もうどうしても欲しいって方はここ無視して、セールどうせなるから年明けとかセールになってるから、そこで買うっていうところも一つかなと思います。ホイデスキーがマタヌキダウンコートとかあったりとか、それも値段がちょっと上がってますね、こっちにもあるように。でベイビーシェルブランケットとかね、なんとかスローなんとかなんとかジャケットとかね、このあたり、ゴアテックスインスュレーションジャケットとかね、ヒムダウンパーカー、これもまあすっごいゴツゴツした寒いとかやったら着れるような感じだけど、これも1000円ぐらい上がってる。だからもう来年は7万超えてくるでしょうね。ギリ今年6万9000円で粘ったけど、でこれがいかに安いかっていうのを見てもらいたいんですよ。なんでこれが安いんかっていう話するんだけど、それがね、皆さん大好きモンクレール、ゴミ袋やキャッチの兄ちゃんやっていろいろ散々言われるモンクレールなんですけども、このモンクレールのマヤっていう、もう一番定番のモデル、こちらがそうなんですけど、僕が購入した時は17万円でございました。17万円すごいドキドキしてね、これ買って俺家賃払えるのかなと思いながらドキドキして買ったんやけども、なんと今年全く形変わったんやけど30万円超えました。ダウンジャケット1着につき30万円。でこれを聞くとですね、絶対30万円でそんないらんっていう人もいてれば、いやそれは買ってないやつの負け惜しみやろっていう信用食ったコメントする人もいるんですけども、まあ仲良く行きましょう、そこはね仲良く行くんですけど、それに考えると30万円で考えたらすごいコスパいい、6万とかぐらいで買えるって感じなんで、ノースフェイス内で見るとね少し値段は上がってるかもしれないんですけど、まあ多分このチャンネル見てくれてる方とかって洋服に結構お金かけたりする方も多いと思うので、まあ、そう考えると値段はまあ上がったって言っても知れてるよねっていう感じかなと思います。次がヌプシジャケットですね。ヌプシは皆さん好きですもんね。こちらですよね、ヌプシジャケット、これがですね値段はギリ4万円切ってるんか、3万8500円から3万9050円ということで500円値上げしたんかな。でそれ以外にやったらゴアテックスバージョンであったりとか、ヌプシフーディーとか、あとヌプシのダウンベストとか、まあそんなもろもろも値段は一緒に上がってるんですけども、ヌプシが3万とかで買えてたっていうのが、まあ正直今考えればおかしいなことなんやけども、まあ今でもこれ4万円以下って考えたら、まあ4万円以下って妥当なんちゃうってめちゃくちゃ思うんですけど、てかむしろ何やったらこの今まで紹介した中で一番コスパいいのがヌプシかなって僕思ってるんやけど、まあこれですよね。この感じ懐かしいな、ヌプシ着て。これ見たらもう大体皆さん僕のリピーターの方ばっかりやから、新規でこれ見る人はなかなかいてないから、大体リピーターさんやから、懐かしい、拓造がこれ着るとはいはいはい、冬が来たねっていう感じがすると思うんで、僕自身もこの映ってる横のモニター見ながら、懐かしいなこれ、なんか自分っぽいなって思いますね。まあでもおそらく来年は4万超えるでしょ。どうやっても3万9050円かなんかやから、もう一回刻む、3万9600円とか刻むかどうか分からへんけども、まあ4万超えるんちゃうかなと思っててもいいんちゃうかなと思います、来年はね。でヌプシはここ2年ぐらいですかね、とにかく10代の子がめちゃくちゃ着てるっていうところで、なかなかおじさんたちも着づらくなってきてるんですけど、まあ安いからね、手に取りやすいっていうあるんやけど、僕らおじさん側からしたら安いから着てるんじゃなくて、ノースの中では僕は一番いいと思ってるから着てるだけなんですけど、安いから着てるわけじゃなくて質がいいから着てるだけなんやけども、まあ質がいいってことはまあおのずとね若い子らも着ると思うんですけど、次バルトロです、バルトロも値段が上がってますね。まあこれはでも1000円だけかな、6万4900円から6万6000円なってる。まあビレイヤーと値段一緒なんだな。まあおそらくまた今年もなんか買うんちゃいます、新色が出ればね、一旦レビューしとこうかみたいな。よう見たら腕ごつくね、めちゃくちゃすごいな腕。冬場の寒い時とかこれ助かりますもんね、めちゃくちゃ助かるっていうところで、久々に来たけどこのロックマン感すごいな。これを洋服で合わせれるな。パッてね、今シラフで見るというか、久々にこうやって夏服とかの細い時からパッて見た時にめちゃくちゃごついっていうか、懐かしいけどね。やけどバルトロはみんな見ちゃうんですよ。バルトロっていうワード見ちゃうと何々って言ってクリックしちゃうから、まあバルトロはまた今年も新しい色が出たらね買うんかなと思って、これ XL で今着てましたね。 XL やからより大きかったんかもしれんけども。そして次がアンタークティックパーカーか、こちらですよね。去年の今年かな、こっちにもあると思うんですけど、北海道に Vlog で行った時にカメラマンのフーちゃんもこれを着用してたんですけど、別に貸したわけでもなくてね、本人は自分で買ってたんですけど、まあ、カメラマンさんとかやっぱいいでしょうね、動かんから。これめちゃくちゃカメラマンいいですって言って喜んでたけども、久々に来たなこれ、懐かしいな。これなんか僕の視聴者さんでオーロラ見に行くっていう人がいてたんですよ。でオーロラ見に行くっていう人が、その人レンタルで貸し出して帰ってきてから初めてやから、今タグついてるんですよ、クリーニングタグついてるけども、こんな感じやってんや。もっと重たい印象やったけど、そんな
な重たくないんかな。いや、わからん、慣れてないなからかな、ちょっとわからんけども、僕結構旅行行くんですよ。毎月ぐらい県外旅行行くんで、まあ、場所によってはこういうの着ていくのもありですよね。ちょっと関西圏内近いとか、逆に九州行くとかになったらもうヌプシぐらいでよくて、でちょっと上に上がると東北に上がるってなったりしたら、僕取引先も東北にあったりするから、そういう時なんかはこういうごついの着ていくとか、そんなのがいいんかなと思うんですけど、これでいくらって91,300円。ゴアテックスですからね、全天候いけるし、まあ僕がもし仮に50か60ぐらいになって、あと20年後ぐらい YouTube 上げても誰も見てくれへんくなった時には、社会貢献の一環としてね、子供の朝の通学路のあと信号の誘導するおじさんしようかなと思ってるんやけど、そんな時なんかはこれめちゃくちゃいいですよ。はい、行きやーちょっと待ちって言って、僕の近所のとこでそれやってるおじさんいてるんやけど、そのおじさんらがみんなめっちゃ一緒なんですよ。だから俺もおじさんだったらああいうおじさんになりたいなと思ってね、そんな老後を送りたいなと思ってます。でそれとはまた話がちょっと変わってくるんやけども、オルタラテーションバフジャケットっていう、これも去年買ったやつかな。これに関しては59,400円やったんで6万円で上がりましたと。だからバルトロみたいな、バルトロ似てるやつみたいな紹介してたんやけど、いやいや着た感じバルトロやん、完全これバルトロやんって感じだけども、バルトロです。見た感じは違うかもしれないけど、着た感じはもうバルトロ、ちょっと生地が若干違うけどもね、そんな感じですかね。で結構その学生さんとか20歳のぐらいの子らが着てるからっていうのであって、なんかノースフェイスのロゴを目立たない方が好きっていう方も、やっぱ結構僕らの世代35を超えたぐらいからはあんまロゴ目立たない方がいいっていう方もいらっしゃるので、そういう方なんかはねこっちの方が、これもロゴがもう同色なんですよ。でこれブラックなんですけど、ネイビーにしてもネイビーネイビー、あのネイビーのジャケットにネイビーの刺繍やったりするから目立ちにくかったりするっていうのもあるので、あんまりロゴ目立ちたくないよっていう方なんかはねいいんじゃないかなと思います。でそれ以外にやったら、あとは何がある、そんなもんかなっていうのが、今現時点撮影してるのが8月なんですけど、8月段階で値上げが発表されてるやつで、値上げされたやつっていうところなんで、もう急値段で買うことはできないんですけど、ちらっと言ったみたいにアコンカグアとかに関してはこれセール絶対なるので、取っとったらセールなるよねっていう感じだし、これノースフェイスの公式オンラインでもセール良くなってる。プラスサンダージャケットとかに関しては公式サイトはあんまならんけども、セレクトショップは結構しおるんですよ。しおるって言って言い方悪いな、あの値段 10% オフとかポイント10倍でとかそんなんやったりするから、まあそういうので買うと、まあ、ちょっと旧値段より安く買える可能性は全然あるかなと思います。例えばサンダージャケット3万3000円やけど 10% オフとか 10% 分ポイントついたら3000円引きになるわけやから、旧値段の3万1900円より安くなるみたいな感じで買えたりするのも全然あると思うので、これぐらいの値上げってそんな言うても値上げ感ないじゃないですか。やけどまあボディーブローみたいにチリスモで来るんですかね。あ、何年かしてからなんか振り返った時に、エトルって昔5万円台だったよな、今8万なってるでみたいなことってあるんやけども、徐々に来るから、ほんまボディーブローと一緒なんですよ。でアークテリクスの場合はもう顎狙っていくようなんですよ。だからもうボケーとしてたらもう一発でこうノックアウトされるんですけど、ほんまに値上げの仕方が2万とかで値上げしてくるし、まあ、モンクレールとかって5万とかで値上げしてくるから、もうそのパッキャオみたいなもんなんですよ。もうボコーンいかれるから、油断してたらねとんでもないことになるんですけど、まあノースフェイスはまた比較的良心的、ボディから攻めてきてくれるから我慢できるかなっていうような感じなんやけども、まあ、今年はねこの辺りで手を打っていこうと。もしかしたら10月とかに値上げってある可能性あるし、今各ブランドが年2回ぐらい値上げしてるんですよ。でそれを考えると、まあ、8月に値上げしました、でその前があったかどうかわからんねんけどもってなった場合、もう一回11月とか12月とか値上げする可能性もなきにしもあらずやし、まあそれがもしなかったとしてもどうせまた2025年は値上げするから、まあこの値段っていうのも今の一時的な値段ではあるんですけど、ちょっとこれ頭入れておいてくださいよ。2年3年した時に振り返りましょうよと、こんな値段になってんのと、ラオジャケットってもう7万になってんのみたいなことを一緒に皆さん酒飲みながらねちょっと語れたらなということになっておりますので、今回というのはノースフェイスの値上げ情報速報ということでお話しさせていただきました。またそういうのがあればね、まあどんどんお伝えしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで本日は2024年の秋冬の値上げ情報についてお話ししてみたい動画になってます。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。